こんにちは、ラクメイタリーご飯チャンネルの1階です。これは一番美味しいささみのサラダなんじゃないかなって思っているサラダのレシピをご紹介します。火を入れすぎたりするとパサついたりしがちですけど、下処理と火の入れ方のポイントでとても柔らかで美味しい仕上がりになります。ダイエット中にささみを調理するときにも役立つ情報なんじゃないかなと思います。材料はこちらです。まずささみの水気をペーパーで拭き取ります。こんな感じで包んで押さえてあげるとしっかり水気を拭き取ることができます。フォークで全体に穴を開けます。全体に穴を開けることで柔らかな仕上がりになります。包丁でささみを開きます。だいたい厚みの半分ぐらいですかね。包丁を入れて横に向かって1、手で開きます。向きも同様です。はい、こんな感じで開きました。長ネギは斜め薄切りにします。あんまり分厚いと火が通りにくいので薄い斜め切りにします。代わりにしめじで作っても美味しいです。下味をつけていきます。まず醤油を全体に絡めて片栗粉も絡めます。スルッとした口当たりになってとっても美味しくなるんです。フライパンで蒸していきます。まずですね、長ネギを入れます。火にこうやって長ネギを敷いてあげて、うわ、なんか来た。ささみを乗せることによって火が直接ささみに当たりませんので、ささみが固くなるのを防げます。打つ前に、はい、お酒をかけます。蓋をして中火で蒸していきます。この状態でしばしお待ちを。5分蒸すとほぼほぼささみにも火が通ってきますが、上下をひっくり返して蓋をして、さらに1分ほど蒸して火を通します。1分ほど蒸して、はい、一回火止めちゃいますね。火が通ってるか菜箸などでほぐすと分かりやすいですね。でネギもいい感じに火が通ってます。これ以上火が通るのを防ぐためにコンロからは外してしまいます。ドレッシングを混ぜ合わせていきます。こちらのレシピ作り置きもできますので、すぐ食べる場合だったらボウルとかでもいいんですけど、作り置きする場合だったらこういう保存容器使うとそのまま冷蔵保存できておすすめです。次のポイントになる味噌です。味噌の旨味や風味が加わってとっても美味しくなるんです。あとダイエットにもおすすめのレシピということですので、ヘルシーな甘味料を使いたいよっていう方はこういうものを使うのもおすすめです。分量とか調整しないでお砂糖の代わりにそのまま使えますのでおすすめです。ここにポン酢で、お味噌みたいな固形のものを使う場合は少しずつ液体を加えて溶いてあげると混ぜやすいです。オリーブオイル、油です。体の細胞を作るのにもすごく重要な役割をしていますので、油の取らなすぎもよくありませんので、こうやって適度に加えます。ここに胡椒ですね。例えば柚子胡椒とか七味唐辛子とか入れても香りが良くて美味しいです。お肉とネギ入れちゃいます。ここまで来たらフォーク2本使いです。このささみをフォークで裂いていきます。ネギと馴染みやすくした方が美味しいですので、あんまり大きすぎない方がいいですね。混ぜ合わせて温かいまますぐ食べても美味しいですし、あとは冷蔵庫でよく冷やしてから食べても美味しいです。白ごまを指ですりつぶしながら振るとソースも吸収がしやすくなりますので、美味しく食べられますし栄養も取れておすすめです。いただきます。はい。ダイエット中にどうですかね。あ、全然いけますよ。食なんですか。ダイエット食です。え、絶対でダイエットって思わない、ね、普通に美味しい。美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。